どうもボビーアートレザーのボビーです。今日はですね、レザーハットとかキャスケットのメンテというか手入れをしたいと思います。ですね、用意するものはですね、今回用意したのは、水で絞ったタオルね、ギュッと絞ったタオルと、あとまあラナパーですね。今日はラナパーを使います。でですね、これはもう10年ほど前に、私が作ってずっと5、6年もっとかな、かぶってたものです。雨の中日も風の日も、ずっとかぶってました。でですね、いい感じになってますね。作った当時っていうのはもう新品の状態です。これもディアスキンで作ってるものなんですけども、同じ素材です。色の感じも風合いもね、だいぶこなれた感じですね。ただですね、こうずっと被ってなかったので、どうなってるかというとね、こうちょっと汚れちゃってるんですね。やっぱりこう体に皮膚に接したところはやっぱりこうちょっとカビのような感じなものがこう浮いてますよね。これも被らなかったらこうなります。使わなかったら革のものはもうジャンバーであれバッグであれちょっとこう傷んできますね。やっぱりこれも定期的にメンテしないといけないので、まずですね、水でキュッと固く絞ったタオルですね、このように、その部分をね、取っていきます。丁寧に取ってくださいね。まあ使ってたらね、大丈夫なんですけども、やっぱずっと放置したりとかしてたらどうしてもこうなってしまうんですね。だからまめに本当は、使うのが一番の手入れやと思います。よく水で濡らさないでくださいとか、ね、革のものはどのこうっていう、まあ、ありますけども、どうしても型崩れとかの恐れがあったりするんでね、濡れたままそのままほったらかしたり、こうぐじゅっと丸めたりとかしたまま、乾いてしまうとですね、えらいこっちゃになるんで、やっぱりその型崩れを防ぐっていうことも怠らないでくださいね。まあこういう感じで戻ってきますんでね。うん、ただこれもね、使わなくなるとまたなっちゃうので、まめにかぶったりとか、もう普段使いにしてください。ね、まあいい感じに、まあ、ふかしちゃってね。まああとでまあもうずっとひたすらこれを続けるのも見た感じ全然思んないんでね、まあ、これはまあ後でまた丁寧にします。その後ですね、まあこれを、まあ、またやっときます。でですね、じゃあこのね、まあこれまあランナパーでもいいですし、マスタングペーストでもいいですし、まあマスタングペーストの方が若干楽ちんかなと思いますけども、これはこうクリーム状になってるんで、指でなすってこう塗り込んでいくんですね。でランナパーはもうだいぶこれ使っちゃってるんですけども、もうこのスポンジでですね、トントンとこうやっていくんですけども、じゃあラナパーを使いましょうね。でこれを僕の場合はですね、このようにやっていきます。わかります？ではまたオイルも復活してね、この塗ったところと塗ってないところのなんかええ感じでしょ。やっぱりそのまめに手入れすることはやっぱり大事で、まあ、靴も磨くもそうだと思うんですけども、まあまあこういう感じでいくと、また油分も、まあ、ちょっとね普段使わないとやっぱ油が抜けてしまうっていうのもあるんで、ちょっと保湿をしてあげる感じですね。うん、なんかこういい感じで
またあの輝きが増してくるっていうか、ね、いい感じでしょ、ね。まあ、これをずっと続けていって、完了ということで、またねこれを復活させて、普段ずっとかぶっていったらまた長く使えますし、劣化をするというよりも使うことがやっぱり経年変化やと思います。また会いましょう。じゃあね、バイバイ。新作出たよ。